Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. ということでですね、早速いつも通り名前と学名からですねやっていきたいと思います。名前メロンですね、で英語では同じくメロンで、フランス語ではムロンと発音したりします。まあスペルは一緒ですね。で、学名がククミスメロンと言って、まあ、ククミスメロと言ったりもしますが、まあ、発音はいろいろあります。で、まあ、ククミスはまあそうですね、キュウリというような意味があります。でメロはまあメロとかは、メロンという、まあ、そのままの意味ですね。で、分類ですが、同じくですね、ウリ科のキュウリ属ですね。で、まあ、一年草草本植物と言ったりします。はい。まあ、流してもらっていいです。で、原産地なんですけれども、これですね、実はですね、2010年です。最初の研究でですね、遺伝子研究で、原産がインドっていうことが分かったんですね。それまではですね、中近東だったりとか、北アフリカだったりとか、東アフリカだったりとか、そっちの方だと思われていたんですが、最近のですね、その最新の2010年の遺伝子の検査、研究でですね、実はインドが原産ということが分かりました。はい。で、まあ、日本語、和名で言うと天下と、を言ったりします。はい。じゃあ次ですね。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、ありがとうございました。